これはいいタッチですね、これ、フロンターレがあの辺を崩していくとちょっと調子が上がるんですけどね。いや素晴らしい、これ2対2という局面になりました。ぐんぐんスピード上げて2対2、まだ2対2という局面できている。フィニッシュもあり、うわあ、いや今入ったんじゃないですか。入ってないのかな、入ってないのかな、入ってないというジャッジですね。まあ難しいですよね、それも含めてサッカーだと、はいはい、いうのか、もしくはありますね。これが先ほどのシュートなんですが、非常にいいシュートでクロスバーの下っ面に当たり、そして私の感覚だとここからはちょうどインに見えたんですよね。最初の、まあ、これだとちょっと全く分かんない、ちょっとこれではね、徳地大輔の素晴らしいシュートではありましたが、これゴール認められませんでした。絶対1、はい、残留が決まりますが、ここまでは1点のビハインド。湘南は勝てば3連勝です。徳地大輔かわす、徳地大輔シュート、湘南追加点、勝利をぐっと手繰り寄せる、3連勝を手繰り寄せる追加点を挙げました湘南。一方新潟は失点を重ねました。このね、外回ったオーバーラップ非常に効いてますね。やっぱり湘南の場合は起点ができたらもう次々と前を選手を追い越してくる、はい、それによって川口も真ん中にムーハも最後に気を取られてカットインしてという形で、もちろんね、カットインとシュートも素晴らしかったと思いますけども、この周りの、その今走り出した周りで4人ぐらい走り出しましたね。つながるとサイドアタックも結びチャンスとしては成立するんですね。大竹、ドリブル入れる、さあそして吉田一輔シュート、ここでアタックゴールイン、先制しました湘南ベルマーレ。J1 初ゴールになります吉田一輔、やっと1得点目が来ましたね。ただまあ大竹が今ね、相手をかわしてこう、コロナの左のところにため作りましたけども、はい、ここから菊池が少しこう横に動きながら、オフサイドラインをよく見ながらね、はい、スペース作って走り込んだところ非常に良かったですね。必ずしもパスがこう成功するわけではないけど、その後のリアクションが早くて、はい、まあ、ここでスキルがうまく表現されたと思いますし、小林を使います、辻田へ、いや、なんか揃ってるよ、中野今だよ、勝ち越し、いい折り返しでした藤田誠也。後半に入って果たして打ち合いになるのか、スルーと上がっていったところにちょうどボールがこぼれてきて、このクロス中1、2、3、4、5でセカンドボールの体勢も整っていたので、はい、なんていうんですかね、ボールネットが揺れる前から入るんじゃないかなっていう雰囲気がこのスタジアムにありましたもんね。詰めたのは菊池大輔、1対2。考えながら守るって楽しくないですか。そうですね、僕もどちらかというとスピード、佐藤から塩谷、まあ、スピードで勝負するっていうよりは相手の出方を見て動き特徴とかを考えてやってたので、まあ、自分の良さを出すっていうよりは相手がどう来るのかなっていうのは結構考えてますけどね。カットインからミキッチ、足りません。最下位脱出へ向けて引き分けでも厳しい状況と言っていいでしょう、うん、左サイド菊池ドリブル、やはり疲労というのも出てきていますでしょうか、はい、少しそのマルキュールスパラナ稲垣シハラの距離がバレーには届かない。湘南がカウンターに入るか、左サイドから右サイドにポジションを移した菊池、一人かわしてドリブル突破、菊池のうまさ、山本が追いかける、菊池一人かわして菊池、サポーターが詰めかけています。ですからもっともっと試合やってもいいぐらいですよね、はい、大
ダイレクトクロス、これがつながった。選手みんな分かってるんですよ、こうすればこうだったなっていうのは分かってると思うんでね。超えます。はい、ドリブしてサウナ引きつけてラストパスが来た。今度は流れた並びです。ミサオスペースを狙う、抜けたチャンス、岸大輔ボックス内運んでいくが、これよく追いついた。ブロック大月、藤田がいる、足元藤田義人いない、入れ替わって、右足岸大輔。ミサオが開く、引き上げられるか。ここを絡んでいく高橋俊樹。ステージの開幕は、はい、あのマリノスとやりましたけどね、ゲーム。その時もやっぱお互いの選手同士がやっぱりこうピッチに立って、本来だったらここから狙うか、出してここも2人ついてきているので戻すとアンドレバイヤがいて、今度は角度つけて菊池大輔、山田直樹、山田直樹、最後は三沢のところ甲府が奪います。両チーム同時に選手の交代になりそうです。セカンドボールはダイレクトシュート、残しました菊池大輔。いや、落ちてきた。ターンで秋の半身で受けます。工藤から裏、ルーズボールサイドに流れましたが、左サイドで菊池大輔、前に高山、それから最前線桐野が待ってます。役者の菊池俊介、もう一度粘って菊池俊介、前見た菊池大輔、こう作って守備をしているので、はい、まあ、それはそう簡単には崩されないなっていうような、うん、ね、遠藤が競って左三沢です。菊池大輔入れ替わって桐野、これはノーファール。伊沢から柔らかいボール、まあ、もうギリノ、もうギリノだよ、かわいそうだよ、もうっていうぐらいプレス来てるので後ろから。菊池大輔ボランチのところで縦関係になっても面白いかなっていうシーンでしたね。粘って菊池大輔、聖夜からその前、来た、待てよ、3枚入ってる、高山流れます、中に大月が絡んで後ろ、いいボールだったけど、いや、こぼれてきた、チャンス、打てない、うわ、4分経過、ここで試合終了。左のベルマーレ陣内ですが、アンサーズの今日のイレブンです。累積の警告で西と体をぶつけたりコースにこう体を入れたりするんで、はい、フォワードとしてはすごくプレッシングづらいんですよね、はい、そうした高さを持っているチームなんですね、鹿島はね、はい、全体的にね、まあ、何でもできるんじゃないですか、そういうチームはやっぱり長監督作ってきていると僕は思いますけど、入れましたから、はい、渡るがね、また1人の菊池大輔、再三この菊池のところがフリーなんですね、右、ね、サイドのボールを、起点を作ってる時に、はい、そこでちょっとチャンスを作られます、はい、C 監督に代わってから前半で 2-0 でリードされるっていう試合はマークだったと思いますが、今日は明らかに苦戦というここまでの時間に1点返して、まあ、この試合負けてますが、それ以来ぐらいですかね。清水さん、はい、前半のアディショナルタイムは1分です、はい、あまり多くはありません。慌てずもっと確実に攻撃を組み立てていこう、うん、球際のところはよりアグレッシブに最後まで戦いたい、はい、柴崎が絡んで作ってきました、中央ですが、ここでボールが引っかかります。こういうことですよね。菊池大輔、さあここはどうだ、自分で行って倒れた、おーっと、テヨン見てましたが、こ
ここで菊池が倒れたファールの笛を吹いたという形になりますかね。はい、できるという回を、その回をが早くも流れてきました。はい、これ振ってますが、ボールに倒れてファールになりました。回を仕掛けるか、倒れますが、このペナルティーエリアの中、ファーストステージ第2節のアリソンの決勝ゴールは右の後ろからの遠藤のクロスをヘッドで合わせたものでした。コーナーを取りました湘南です。いい仕掛けですね、菊池ね。今度は相手時間作るっていうのは非常に重要なことですね。はい、この時間帯は湘南が相手陣内でボールを回しています。菊池失いません、ね、長木がもらいたがっています。ここに取り出していく選手がいませんでした。今ちょっと飲まれてる感がありますよね、周りの雰囲気と。そうだね、それは感じますね、はい、菊池大輔サポート、三沢